まずは FTP ソフトをダウンロードします。検索エンジンに FFTP スペースダウンロードと入力し、 FFTP ダウンロードサイトを検索します。今回は FFTP を例にご説明します。 FFTP ソフトをダウンロードします。デスクトップなど分かりやすいところに保存します。ダウンロードした FTP ソフトをダブルクリックし、インストール作業を開始します。次へ、はいを選択し、インストール作業を進めます。次にインストールしたソフトの設定を行います。 FTP ソフトを立ち上げます。新規ホストをクリックします。ホストの設定、基本タブの中に設定名を記述します。設定情報はコアラより送られてきたファックスまたは書類のマイドメインアカウント表を参照してください。ホストの設定名、覚えやすい名前を入力します。ホスト名 www. の後にアカウント名を入力します。ユーザー名、パスワードを入力します。入力が終わったら OK のボタンを押します。先ほど入力したホスト名が表示されています。接続ボタンを押します。画面右枠にホームページというフォルダが表示されると接続完了です。では実際にデータをアップロードしてみましょう。ホームページフォルダをクリックします。中に index.html が入っていますのでファイルを削除します。自分で作ったホームページデータを右枠にドラッグ&ドロップします。これでデータのアップロードは完了です。ブラウザにドメイン名を入力し、ホームページが表示されるか確認しましょう。ホームページが表示されない場合はドメイン名が正しいか確認しましょう。それでも表示されない場合は、index.html の属性の確認を行います。まず、index.html を右クリックします。属性変更を選択してください。属性のオーナー、グループ、その他の呼び出しにチェックが入っているか確認します。これで設定は完了です。